赤松のりむらは、鎌倉時代から南北朝時代にかけての武将、守護大名。本生は源氏。家系は、村上源氏の流れを組む赤松氏四代当主。張リ国守護。法名の延伸でも知られている。若い頃の動向については不明だが、京都に向かう途中に、前奏の雪村友梅と出会ったという話が伝わり、長男、藩士と、次男。 提判が、摂津国流し層の悪党の取り締まりに派遣された、ことと、赤松市の本拠地である針馬作用省の一部の領主が、鎌倉幕府の京都における拠点である、六原丹大の家臣であったことから六原に勤務していたと推定されている。五醍醐天皇が、鎌倉幕府打倒を掲げて挙兵した、現行の乱において、五醍醐天皇の御子である、 森吉親王の挙兵に抗応した、楠木正成の軍が、元行2年、元徳4年12月に、芥川付近まで進出した際、六原短大は、宇都宮金綱と遠心の軍を派遣して、人情寺付近にまで退けた。しかし、元行3年1月21日、五代醐天皇の御子、森吉親王の領事を受けて、反爆不正力として挙兵した。 はじめ一族の高田氏が、幕府方に内通しようとしたため、兵を動かし最上山城にて交戦。その母大寺である、両拓安において、自害に追い込んだ。続いて、六原丹大の命を受けた、備前国の守護家樹氏が兵を出してきたが、先発隊である伊藤氏と備前三井市場で戦い、名手である伊藤門見軍を復獣させ、これを、西国からの幕府軍の備えとして、 三つ石城に残して、登場を開始した。この後、七三に陣を築いて、反幕不方の諸豪族の三州を待った後、白川郷山田村小部郷石投げ山を経て、布尾北に沿いに南に向かい、あらかじめ藩士に気づかせておいた摂津麻屋山城へ、入った。赤松軍を撃つため六原は、佐々木と木信などの軍を派遣。 2月11日には早くも六原軍2万が攻め寄せて、来るが、赤松軍が得意としたのぶせりり戦を展開し、撃退した。勢いを買った遠ンは、甘ヶ崎の九口に陣取り、24日には、酒部に進出。3月10日に、六原軍1万が瀬川に婦人した。その日の夜、甘ヶ崎から上陸した、四国の小笠原勢が奇襲をかけてきたが、 遠神はわずか五十機で敵を突破し、九口に寄陣した。そこで三男、ノリスケの進言を聞き入れ、集合した、兵三千機を率いて敵陣に圧襲をかけ、敵を敗走させた。ここでまたノリスケの追撃案に基づいて、十二日には、摂津と山城国の国境山崎に進行。京都淀赤い、西岡付近に放火を観光した。これに対して、 六原軍は、高橋、墨田両県団に二万を預けて出陣させた。遠心は、軍を二つに分けて、一方を、小賀の縄手へ差し向け、自らは、桂へ進軍して、桂川を挟んで、六原軍と対峙した。桂川は増水して、とても渡れそうになかったが、ノ介が先陣を切って押し渡り、敵を蹴散らした。そのまま、大宮、井熊、堀川、 油の工事に放火しつつ、六原を目指し、東山に攻め込んだ。六原川は、危機感を覚えたのか、時の天皇皇后天皇を六原に迎えて、六原を仮御所とした。また、新手の甲の須山をはじめ、兵を大量に投入したため、これまで、八九の進撃をしていた、遠神軍は、総崩れとなった。遠神とノリは急ぎ、男山まで逃れ、 ここで遠信は自陣すると従者に告げたと言われている。しかし思い直した遠信は、自分の旗印である、左三つどもへの旗の上に大流を描き、八万菩薩のお告げとして再度京都へ攻め込むと告げた。再起した遠信は、山崎と八万に陣取り、淀川と西国街道を押兵え攻めに切り替え、3月28日と4月3日に京都を攻めたが、 六原を落とせず八万で、大気、二十七日に、鎌倉から派遣された、水東軍の大将軍名越光家、足利高氏の出陣を知ると迎撃に出陣、小賀の縄手の合戦において、一族で家臣の作用上手の作用藩家が、名越光家を討ち取って、戦は終わった。この戦の後、光使は、機内の領地である丹波士の村へ向かい、兵を集めて二万三千機で、 半幕府として挙兵した。遠心も5月8日に、千草忠明や結城近光、甲子らに合流して、京都を包囲、六原を陥落させた。六原短大北条中寺、北条寺駅は落ち延びる途中で捕捉され自殺。関東では、新田義貞足利義明が鎌倉を落とし、現行の乱は終結した。遠心は、六原陥落後、気楽の都に着いた。 五代醐天皇に30日に兵庫で拝越している。鎌倉幕不滅亡後の兼務の申請では、恩賞に、リマ守護職を与えられながら、清掃に巻き込まれ没収されるなど不遇であったことが、知られている。これは、朝廷内の権力争いの結果、森吉親王派が三位局派に敗れた結果と言われる。同じく森吉派と言われる。 楠木正重も先行に比べ不遇であり、逆に三位局派の名は長年、ち千草忠明らは、神聖の恩賞で皇遇されたという。また、共に倒幕戦争を戦った、森吉親王が、剣務断念に失脚すると延診の神聖における、立場は失われた。恩賞の内容に激怒した延診は、作用賞へ帰っている。これらの不満から、剣務政権と決別。 県武2年、足利高氏が中仙台の乱を平定する軍に、藩士と、定藩を従軍させた。平定後、高氏が、鎌倉で、県武政権から離反して、京都に進行、翌県武3年に、北畠秋家、新田義貞、楠木正茂らの宮方に敗れて、九州へ逃れた時も足利方に泊まり、高氏から改めて、針間守護職を授けられた。 以後は、足利方として戦い、京都方面から進撃してきた吉貞を総大将と、する、高氏討伐軍六万機を、張馬赤松の白旗城で迎え撃った。遠心は、ノリを排した、城山城などの城郭を、張馬各地に築き、市川沿いに、諸社山を中心とする、第一防衛線。伊保川沿いにを、城山城を中心とする、第二防衛線。 そして、千草川沿いに、白旗城を中心とする、第三防衛線を設けて、徹底抗戦した。さらに、白旗城は、地理的に北方の三正加国、田島国方面、西方の備前からいくらでも支援が可能という強みを持ち合わせていた。そのため、吉貞率いる討伐軍は、遠心以下2000の兵が立てこもる、白旗城を、圧倒的な兵力を持ちながら攻めあぐね。 3月から5月まで50日以上、釘付けにされた。その間、高氏は、たたら浜の戦いで、菊池武都を破り、九州を制圧。最国の武士を軒並み味方に加えながら、軍勢を海と陸の二手に分けて、登場を開始した。足利軍登場の知らせに、新田軍は、撤退を開始するが、士気は極端に低下し、 寝返りや足利軍への投稿者が続出した。さらに、白旗城を出てきた赤松軍の追撃も受け、総崩れとなって兵庫まで逃げ延びた。高氏は、白旗城から撤退した新田軍に5月25日の港川の戦いで勝利、翌年に、藩士が摂津守護に任命され、赤松氏は二カ国の守護となった。ただし、針馬には、 吉貞の同族にあたる金谷常氏が残って、針馬入山で挙兵したため、遠神は、延元三年、逆王元年から広国三年、光永元年まで反し、ノリと共に反乱鎮圧に費やすことになる。高氏及び、羊の河ロナオと弟の足利忠義が、対立した、官能の上乱においては高氏に従い、高氏の諸子で忠義の養子である。 忠義法の忠冬を追悼するために軍を編成している最中、昭平5年、官能元年1月11日、京都七条にある邸宅で休止した。去年74、家徳と張間守護は、藩士が相続したが、翌昭平6年、官能2年に、藩士も休止したため、摂津守護は、孫の三則に、家徳と張間守護は、ノりスに受け継がれた。法名は、 宝雲寺がつた無縁神。墓所は、京都市東区の東山県仁寺の達中寺委員、旧正院。供養塔が、兵庫県阿公郡上郡里町の金華山宝雲寺に、ある。また、木造が、兵庫県阿公郡上郡里町の宝林寺にある。ありがとうございます。